こんばんは。寒さに負けてるよ、もんか。寒すぎて寒すぎて。目はね、今日はお休みでしてた。メガネで。でもこの距離やったら全然見えるよ、みんなのコメント。こんばんは。コンタクト避けて今日ちょっとぼやけてたから、もうね、今日こそはと思ってちゃんと、今日2時間半睡眠だったんですけど、これで中途半端に寝たらまた夜寝れなくなっちゃうので、今日は必死に耐えて耐えて耐えて夜寝れるように頑張ってんの。そうだよ、頑張ってんの。目が腫れてる、僕は目が腫れてるって書いてたメール。あれ、私さっき目が疲れたのでって書いた気がした。なんで目は腫れてないんですけど、目が疲れてただけであって、そう。こんばんは、こんばんは。あ、疲れてるって書いてある。なんかコンタクトのしすぎでめっちゃ目が痛くなるっていうか、そう、目はねちゃんと全然大丈夫で、腫れたりはしてないよ。今日は朝からレッスンがあって、ちょっとだけ空き時間があって、またその後レッスンに行ってきたんですけど、そう、配信あったらすぐ寝て、ありがとう。そうするね、今日は頑張ったからね、寝ずに寝ずにっていうか、でも今日のレッスンのために夜頑張った。そう、でもその後もね、ちょっと、今日本当にずっとあったかい。あずみと一緒、あずみとはね、レッスンは一緒の時間もあったんだけど、あの写真は今日じゃないよ今日も喋ったけど、ももみんの、ももみん面白い どこに遊びに行きます。そう茶道教室はね行ってないんですけど、ももはでも学校でやってたからっていうのと、小学校の時もなんかお茶クラブみたいな入ってたんですよ。なんか、でもそんな本格的なやつではないんですけど、そう
ップが薄いですね。星座平気だ。でも星座ね、ちょっとしたら足がしびれてくるね。全然できないとかではないんですけど、鼻は治ってるやん。お菓子が目当てやる。いや私抹茶が好きなんだよ。みんな和菓子も好きだけど、両方好きだね、やっぱ。そう、今日ずっとあったかい、あ、全然抹茶とかではないんですけど、全然関係ないけど、朝あのほうじ茶のあったかいやつ買って飲んで、でなんかその後はお茶のなんかお茶っ葉のやつのあったかいやつもなんか売ってたから買って、でその後今日夜そうけんび茶のもう冷えちゃったんですけど、あったかいやつもそう買いました。もう今日はあったかい飲み物をいっぱい買った。寒すぎてお茶ーってなるね。あったかい飲み物って素晴らしいよね。こんばん。今日は格別に寒い。そうなんよ。今日はなんでこんなに寒い。あ、ここは美味しいよね。寒い日に飲むのってね、めっちゃいいよね。あずみと共通の趣味ってメールで見てて、そう。そうなんよ。私はホットチョコレートも好きなんだよね。最近オーガニックティーをタンブラー持ち歩いて、すごい。いいよね、やっぱ水筒っていうかそのタンブラーみたいなやつの方がなんかあったかいのずっと続くよね。今度さ、あの牛乳買ってきて家でホットチョコレートしようかな。チョコレートが手溶かして、今温かいチューブチャンネル。いいな。冷えちゃった。なんかペットボトルやけんさ、水筒とかじゃないからさ、時間が経つとさ。バッタミルクいいよね。マック美味しいよね。私もマック好きだよ。ポテトとかシャカシャカチキンとかね。ゴディバーとかして美味しい。高級チョコレートができる。高級ホットチョコレートか。おでんもいいよね。おでんは私はこんにゃくが好き。牛串とポテトもそうですなんか両方に良さがあると思う。めっちゃなんかね、スイートにホットコーヒーいいね。おでんは大根。いやだ、あ、大根美味しい。私もでも大根好き。あの本当におでんの中でもうそのこんにゃくと大根と牛串となんだ、餅巾着、あとなんか好きかな。いや全体的に好きなんだけど、なんでも特にはそこらへんかな。ハートいたいたおち巾着美味しいよ、めっちゃ。今日こんにゃくたくさんいた。お、いっぱいいたのね。私の三角のねやつめっちゃ大好き。おでん大根美味しく、おでんの大根美味しく、おでんの大根はもう素晴らしいよね。
一番を決めるとしたらね、まあ、気分にもよるんだよね。でも絶対にこんにゃくは入れる。でも大根も本当に好き。お餅だからなんかね、お腹いっぱいになるよね、お餅って。そろそろお雑煮も食べないといけない。本当に冬はね本当に苦手なんですけど、あったかいものを食べるのは好き。厚揚げね、美味しいよね。何でも美味しいよね。ちくわいいね。お雑煮食べたいね。みーちゃんにカニがね、カニカニカニ。ちくわぶってさ、ちくわぶか、普通のちくわと違う？ちくわぶってあ、ちくわぶはちくわじゃないの？何ちくわぶってでもモカなんかキャラクターで見たことある気がするんだよね。なんかちくわぶって言ってた気がする。なんかわかる気がするんだよね。うどん粉で作ったちくわみたいな。え、じゃあなんか TikTok にあったんだよね、ちくわぶそれか。食べたことないかもしれない。白くてもちしてて、もーちゃん好きな味。食べたい。ちくわだと思って食べると「うん？」ってなるえ、味うどんなの？リッチちゃんがこっちにちくわがないことにショック。そうなんだ。コンビニにもあるの？西日本のコンビニにはないのかな。ちくわは寝るもん。美味しそう。小麦粉？それは私好きだわねえ、コンビニのおでんって違うんだね。でもさ、なんかさ、前コンビニになんか今あるかわかんないけどうどんがあったの。それがめっちゃ大好きで、なんかね、あのおでんの汁にあのうどんが入ったやつめっちゃ美味しくて、めっちゃ昔ハマってたんだよね。今あるのかな。そう、ローソンにあったの。今あるかな。めっちゃ美味しくてすっごいハマってたの。お前冷凍うどんのやつもめっちゃ美味しいんだけど、そのおでんのスープっていうか汁煮っていうのが美味しかった。すごい両方美味しいんだけどね、普通のうどんも。なんかちくわぶ絶対ハマるよね、予感。ちょっと今度あのお仕事とかで東京とか行く機会あったらちょっと見てみますないかなって、お姉ちゃん家行った時とか。こんばんは。
西日本にもあるの？スーパー特に。こんばん。鍋も好き。ももちゃんがもう冬の食べ物？お雑煮かな。やっぱりうどんも、うどんとかずっと食べてるしね。お雑煮もまあたまに夏でも食べるんだけど。配信は何時ぐらい？ね、モカのね、目が閉じかけたら閉じかけるまで。11時分ぐらいまでにはね、あれかな、それまでには。地域によってかも変わる。そうなんだ。無理しなくて大丈夫。ありがとう。お正月以外は全然食べるかも。嘘、私好きすぎてね、そう、食べるよね。もう目閉じ、それな。お風呂入るのもやだな。最近の私のお風呂の風呂はなんかあれ、めっちゃボーってしてる。お風呂では寝ないよ。頑張るね。頑張って目開けるね。私おしるこも美味しいよね。バスーツ作ってる。なんか今どういう入浴剤を使うかずっと迷ってるの。なんかね、お肌自体が普通になんか乾燥肌だから、なんか何か言っちゃった。なんかね、肌にいいやつ使いたいなって思うけど、何がおすすめかわからなくて。のね、ゆみりんさんにいただいたねやつはね、ちょっとねまだ大事に取ってあるんだよね。そう、保湿成分たっぷりね。そうそうそう、なんか肌の保湿系の本当に体にいいみたいなやつが使う、買いたい。全国の温泉の音入ってても楽しいよ。へえ、なんか見たことあるかもしれない。あるわ、多分見たこと。入浴剤で成分気にしたことなかったのかもしれない。私も最近ちょっと調べてるんだよね。なんか美容に詳しい人が紹介してるやつとかちょっと買ってみようかなみたいな。そう、疲れ取れた時で疲れ取れ、そうそうそう。なんか今まであんまり入浴剤を使ってきてない人なんですけど、なんか肌に合わんかったらどうしようと思っちゃってあんま使ってきてなかったんですけど、なんかもういい要素しかないみたいなやつ、ちょっと気になる。
桃が好き、桃が好き。水成分いいね、ポカポカだね。温泉は何月だっけ、10月くらいは入った気がするけど、お家でも簡単な、ちょっとテンション上がるよね集めてたりしたら。あ、だ全然集めてないんですけど、そう思ってないんですけど、あんまり。やんばる今でも、こんばんこんばんは。高知にも温泉はあるよ。あ、首映った？冬のお風呂って出るっていうのが難しい。ずっと痛くなっちゃうよね。桃の収穫しました。あ、ありがとう。待ってます。ちゃんと起きてるよ。ファンクラブの動画に、ファミの動画に行けなかったから行けなかったよ。かった。そう、めっちゃなんかファンミの裏側みたいな感じ、本番前か動画。なんかもうかスタッフさんの方に撮ってって言ってないのに撮ってくださったんです。優しい。女性のスタッフさんなんですけど、もうか大好きなの。からそう何かの大好きな女性のスタッフさんが撮ってくれた動画なの緊張してるけどリラックスって感じ。本当？長いのもくしょうがないよ。スタッフさん、とってもとっても美人なスタッフさんだよ。何分いける？わかんない。何分までとは言われてないんだよね。どうなんだろう。そう、佐々木さんめっちゃ盛り上げてくれたね。ファンのみんなも佐々木さんもみんなが盛り上げてくれました。ももちゃんも認めてないやいや全然、もうの100倍美人さんですから。そう、もう100倍1000倍こんばんこんばんは。本当いい思いね、楽しかった。この前おすすめしてもらったひろめ市場行ってきた。カツオを楽しんでくれたかな。高知よ。
代わりにお手紙渡してもらった。ダメダメ。こんばんは、こんばんは。好きな数字ですか？わかんなかった。こんばんは、こんばんは。似顔絵はないしょにゃんちゃんの出版社で見た生のおもちゃビジネスでしたありがとうありがとう。こんばんは、こんばんは。もう一回のしてみ、頑張って上達するね。こんばんは。一緒に釣りに行けるって、それの明日やね、釣り堀とか一緒に。こんばんは。こんばんは。うん。こんばんは。メンバーの寿司を振る舞って、そうなんよ。うまくできるかわかんないけど、皆さんにもね振る舞いたいですね。だんだんあのだんだんあの考えれなくなってきた眠くてあれって、何今話してたんだっけっていう状態に今なってる。思考停止。そう今思うんじゃないあれってなの、何言ってたっけつって、お寿司の話だよね。好きだと思う。そう、そうそう、寝ましょう。そうだね、そうそう、寝ましょうかね。垂れ目釣った魚を握り寿司。そう、とりあえずもう自分で釣れるように頑張りたいですね。まずそこからがまず私の目標だね。釣れなかったらもう始まらないよ。こんばんは、こんばんは。なんじゃん、 OSX の話じゃない、それだ、それは違う。こんばんは、こんばんは。季節外れの釣りに行くやだ、もうダメじゃん、もう季節外れになってるじゃん、悲しい。
あのあれはじゃあ氷のさところにさ丸くさ穴開けてさ釣るやつしよう。あれやってみたい。ワカサギ釣り。そう、それそれ。それがいい。だってもう寒くなっちゃったからさ、釣り絶対行きたかったんだけど、この春と夏で無理だからさ、私はワカサギ釣り、ワカサギ釣り言えない、うまく。それで北海道とか行かんといけん。めっちゃ人生で一回はやってみたいなって思ってます。寒そうだね。ね、一回ではやりたいみたいな。天ぷら美味しそう。穴がのあたりでもできるの。お、ちょっと近づいたよ。鎌倉で鍋って、鎌倉も行ったことないからね、行ってみたいですね。あるいっぱい人生の一回は行きたい場所多い。美味しいよね絶対。ちょっと頑張りたいないつか。ねえ、やってみたいよね。なんか憧れあるよね。あ、氷の上とかじゃなくてもいいなら兵庫県とかで。嘘、そうなん、できるじゃん。じゃあ結構近めで鎌倉行ってみたい。なんかママがずっと鎌倉に行きたいって言ってるよね。鎌倉に行きたいって言ってて、なんか私もす行ってみたいなって思った。みんなでプルプル震えながらワカサギ釣り、めっちゃ楽しそう。行ったことないって、あと4カ所。すごい。私はまだいっぱいあるよ。もう行ってない県の方が多い。5回は行ってる。すごい。なんか本当にね、あんまり行ってないんですよ。だからなんなら行ったことある県ちょっとしかない。 STA に入ってから増えただけど、それでもまだ全然だし、もう高知に住んでた頃なんて本当にね、ほぼどこにも、四国とね、中国地方、瀬戸内はね結構行ってるんですよ。もともと高知に住んでた頃から。でも九州の方とか関東も、東京はあったけど東京以外なかったし。東北地方にも私も行ったことない。中四国は結構行ってる。でもそれ以外はあんま行ってないですね。あ、沖縄とかはね、修学旅行とかで行ったし、この間行ったんですけど。島根と鳥取も行ったことがないかもしれない。海外は、なんかあんまり詳しくないんですよ、あんまり海外に。なんか行ってみたいけど、なんか全然わかんないって感じだから。パリね、本当に似合う。嬉しい。わかんないけど、なんか中学生の時に3ヶ月間ぐらい、3ヶ月も行ってないかな、わかんない、2週間ぐらいだったかなぐらい、なんかオーストラリアに行ってる同級生の子がいた。なんか留学で行ってる子がいて、あ、なんかもうすごい、なんかすごいなその子たちって思ったんですよ。なんかそんな、もう中学生の頃からって尊敬してたんですけど。ヨーロッパっぽい。嬉しい。短期留学です。そうですね、短期留学に同級生、中学生の時に同級生の子たちが行ってたりとか。そう、サラちゃんもね行ってたもんね。あとはどうだろう、インドに1ヶ月旅行、すごい。
ごいね、行ったことないからね全然わかんないんだよね。だからそう、パスポートそう持ってないから持ってないんですよ。毎食カレーは確かにちょっと他の食べたいってなるよね。ももちゃんニューヨークの真ん中見てきた泣くよもう本当に。みんなね韓国に行ってるイメージあるけど、どんな感じなのかな。初めての海外は日本語がある程度通じるグアムとかは。そうだよね、やっぱちょっと通じるとこがいいよね日本食が恋しく、でも僕日本食めっちゃ好きなんよ。だって刺身でしょ、モモカが好きな、まずで卵かけご飯でしょあとなんだっけ、日本のお寿司とかもまあそうなんだけど、本当に特に好きな料理が本当に日本だから、でお茶とか和菓子とかも好きだし、なんか和食とか本当に大好きなんですよ。だから結構本当に日本のザ日本のそう文化の食べ物が結構好き。中華も好きなんだけど辛いのがあんまり食べれなくて。そう、ももだから韓国料理とかも辛くないやつだったら食べれるんだけど、そう辛いとか多分もう麻婆豆腐とかはね中華料理の絶対無理だと思う本当にもう辛いってそうなんよ、辛いのが苦手なの。インドのカレーとかも辛いんかな、どうなんだろう。もうかココイチカレーの甘口しか食べれないけど辛いの食べたら涙わかる。カレーのおじさんかわいい。中辛もね、そうフランス料理なんかそんな、なんかわかんない、フランス料理がそんな食べたことあるかわかんないけどね、どうなんだろう、食べれるんかな。インドカレーは甘いのも、あそうなんだ、じゃあ食べれるね。そう辛いのがそう苦手だから、辛くないものだったらって感じ。エスカルゴ食べたことない食べたことないよ。家族のみんなはどうなん、お姉ちゃんは私よりも甘口なので甘いのじゃないと食べれないし、ママも辛いの苦手だし、パパわかんないけど、まあ、そんな辛いのを食べてるの見たことないからそんな得意じゃないと思う。から多分立宪家が結構そんな辛いの食べれる人いないじゃないかな。麻婆豆腐、え、でもなんかあのスーパーに売ってるレトルトっていうかなんかあるじゃん、スーパーに売ってるやつ、あれは中辛でも食べれるよ。お店のやったらちょっと辛いってなっちゃうんだけど、でも姉ちゃんは絶対甘口って言うから私よりも甘口が好き。クック2の辛いやつ、それ
イオンにあったチャーハンのお店の麻婆豆腐辛かった辛そう。お店のは基本ねちょっと辛いよね。激辛？それはもうダメだっぱいのは結構得意なんだけどね、辛いのは本当に苦手です。クエン酸？え、でもその大量にとかだったら無理かもしれんけど、でもレモンとかは全然結構ハムって食べれる。ではそろそろ読もうかしらね。かじれる、かじれるよ。レモンハムって。お寿司はねわさびはちょっとつけますね。そんな多くはつけないけどね。レモンかじれる酸っぱいけど、酸っぱいのは結構すんごいではないかもしれんけど得意な方やと思う。読みます。10歳のふみやとまくふふさんありがとう。12のまぼろしさんありがとう。11の恋してカップさんありがとう。12のゼータンさんありがとう。辛いの苦手なもんかわいい苦手ありがとう。12のとしさんありがとう。今日も楽しい。夢でもかえない。寒いから外出ない。外出ないのドミする。8のコーチさんありがとう。つけすもいっぱい寝て今日も可愛かった。ありがとう。7位のドラゴンさんありがとう。頑張った後の小山王ちゃん可愛いよ。好き。ありがとう。6位のよしこっこくんさんありがとう。5位のすばるさんありがとう。4位のあざーすさん、ももこごみありがとう。3位のちくわドーナツさんありがとう。かっこむさちゃんありがとう。2のたーちゃんありがとう。1のももませさんありがとう。ありがとうございます。配信ありがとう。ゆっくり休んでありがとう。おやすみ。またねー。おやすみなさい。バイバイ。また明日ね。ありがとうね。バイバイ。おやすみ。